塩基性、ヘリックスループヘリックスとは、二両体化転写因子に多く見られる、タンパク質構造モチーフであり、二両体化転写因子の最も大きなファミリー一つである。BHLH 型転写因子はしばしば、成長や細胞活動に重要な役割を果たす。ブマル1クロックは、外実リズムの分子機構の中核をなす転写因子、複合体である。他の遺伝子では、 CMIC や皮膚マイナス1は細胞増殖や代謝に関与する遺伝子であり、ガンとも関連付けられている。ヘリックスターンヘリックスは似た名称であるが異なる構造である。BHLH モチーフはループで繋がれた2本のアルファヘリックスによって特徴付けられる。このモチーフを持つ転写因子は2状態を形成し、塩基性アミノ酸残基を含むヘリックスが DNA に結合する。 一般的に短い方のヘリックスはループ領域の柔軟性によって相手方のヘリックスの上に折りたたまれて2両体化する。長い方のヘリックスは DNA 結合領域を含んでいる。典型的な BHLH は E ボックスと呼ばれるコンセンサス配列に結合する。標準的な E ボックスはパリンドロミックなカカジタジという配列であるが、 いくつかの BHLH 型転写因子、特に BHLH パスファミリーに属するものの中には E ボックスに似たヒッパリンドロミックな配列に結合するものも存在する。BHLH 型転写因子は、ほモ二両体化、または他の BHLH 型転写因子とのヘテロ二両体化によって多くの種類の二両体を形成する。そして、 そのそれぞれが特定の機能を持っている。系統学的な分析によって BHLH タンパク質は A から F の6つのグループに分類されている。酵母と植物の BHLH はすべてグループ B に分類される。E ボックス配列のうち、カクタジまたはキロジュクティジに結合する。E ボックス配列のうち、カカジタジもしくはキャットグトグに結合する。 d h l h の他にパスドメインを持つ。多くがアグタージュもしくは GCGTGT に結合する。塩基性領域を書き DNA 結合能がない。NBOX と呼ばれる配列に結合する。オレンジドメインと WRPW ペプチドと呼ばれる領域を持つ。二両体化と DNA 結合に関与する COE ドメインを持つ。 BHLH 型転写因子の多くは、ヘテロ二両体として機能するため、その活性は、サブユニットの二両体化の段階で調節されている。一方のサブユニットについては、向上的に発現しているが、他方のサブユニットについては、発現や、存在量が制御されているという場合が多い。症状場への MC タンパク質は、HLH 構造を持つが、 塩基性領域を書くため DNA に結合することができない。これらは他の BHLH タンパク質とヘテロに両体を形成することでそのタンパク質の転写因子活性を不活化する。ありがとうございます。